様こんばんは、こんにちは、ちゃおです、本日も始まります。今日のあなたのブレイクタイムになりたいチーママリカがお送りするスナックな会の今日は火曜日、ゆるっと始めます。よろしくお願いします。ではですね、私のサポート紳士の紹介です。めっちゃ笑ってる。ギターサポート高平さんです。よろしくお願いします。お願いします。誰かなサポート紳士流行らないかな。流行らせてください。はい、じゃあサポート紳士、今日の私のサポート紳士とこれから言おうと思います。さあね、前回私ね、ちょっと若干しんみりすることを言っていたんですけども、今日から新規一点、ニュー衣装を投入して、またまたやってまいりますので、皆様一緒にお酒を飲みながら、のんびりとゆるりと過ごしていただければと思います。というようなところでですね、1曲目は村下幸三さん初恋から、カバーさせていただきましたが、次の楽曲はあずさみちよさんの2人でお酒をもう歌いたいと思っております。皆様お酒は何がお好きですかね。私はビールが大好きです。では聴いてください。
ちらこちらね、私が大好きな曲を歌っているのではなくて、皆さんにも、あ、今日ね、中井ママは何歌ってくれるかなとかって想像してもらえるようにね、予想してもらえるように、ちゃんとね、日本は四季が素敵なね、国ですから、こう、季節とかイベントとかに合わせた楽曲をね、少しチョイスして、これからは行こうかなと思っております。今日は虫ね、今日虫だけど、で、始めやすい月から始めようということで、それが来月からになります。来月といえば12月といえば、街はギラギラテカテカする季節ですよ。もう本当に目に悪いったらですね、そして赤い服着た紳士が何かを届けてくれるっていうね、まあいい季節なのかわかんないんだけれども、別に私なんか恨めしい感じで言ってる、もしかして、そんなに浮かれませんけれどもね、そんな季節の曲は皆さんが一番想像しやすいと思います。だけどちょっと私もひねくれ者なので、来月もね2回あるんですけれども、第2週目に関しては、季節に合わせた楽曲は1曲だけだけれども、おそらく皆様想像ができないでしょうという意外な楽曲を持ってきています。そして、本当の今年の最後ですね、クリスマスの時期かな、ちょうど、高弘さんと、一緒にお届けするときはもう完全にベタな楽曲を、12月は持ってきております。クリスマスだったり、12月っていう楽曲をね、本当に3曲ベタ、1曲はベタか分からないけど、持ってきたので、ぜひ、こんなものかな、こんなもの、こんな曲かなっていうのを想像して、そういう感じで楽しんでももらえたらなと思います。何も出ないけどね、私がもらいたいぐらいだからね、何も出ないよ。あとはそうですね、リクエストも今いただいていて本当に嬉しいなと思ってるので、リクエストもね、交えながら歌っていきたいと思います。ということで、本日のラストの曲になります。岩崎宏美さんで夜の手のひら。
なくて手のひらを私の胸に重ねて夢の中あなたはさせて